せーの、こんにちは、りなです。今回は見えた春服紹介、イエーイ。はい、ということで、前回ミエットのね動画を出した時にコメントとか DM とかで、ミエットっていうブランドを初めて知ってもう超ドツボでしたとか、ハマりましたってたくさん言っていただけて、もうすっごい嬉しかったです。で、今回のね新作もマジで可愛いので、ぜひ最後まで見てください。それではスタート。で、今回は8コーデね紹介したいなと思ってます。それではまず1コーデ目どうぞ。Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you... はい、もう早速ね1コーデ目から可愛いが渋滞してるんやけど、まずこのシアートップスからご紹介していこうと思います。こちらはですね、配色メロチュールシアートップスのリナがオフホワイトを着ていて、他にライトグリーン、パープル、イエロー、ペールブルーがあります。で、お値段は2739円で、結構ねお得ですね。この透け感がちょうどよくって、でメローデザインやから可愛さもプラスされてて、着やすいし合わせやすい。あとはこのね引き付けられる配色と、ピタッとしすぎてないこの絶妙なサイズ感が、もう抜け感があってすっごい可愛いです。で、次こちら、これもまた可愛い。これがダブルストラップニットキャミソールのリナがグリーンを着ていて、あとピンクとオレンジがあります。で、お値段が2959円で、これもねかなりお得ですね。で、これピンクとオレンジも他にあるんやけど、もう可愛すぎて今回この動画で、後でねまた2色とも登場します。そう、ちょっと全色使いで今回は紹介していこうかなと思います。めっちゃ可愛すぎて、夏やとこれね1枚でキャミとしても着れるし、で、こういうシアートップスとか、あとは T シャツとかと合わせたりもできるから、着回しが抜群すぎるアイテムです。このね紐が2本になってて、で、後ろがクロスになってるの分かるかな。このデザインがめっちゃ可愛くて超お気に入りです。パンツもさ、これめっちゃ良ない？なんかこういうカットされてるデザインのデニムはあんまりチャレンジしたことなくって、初めてなんだけど、なんか思ったよりすっごい履きやすくって、カットもそんなにざっくりってわけでもないし、上の方にあるとかでもないから、なんかそんなに肌見えてる感じがしないので、おしゃれ、かわいい。では次2コーデ目ご紹介します。はい、ということで2コーデ目はちょっとね大人っぽい感じのコーデにしてみたんですけど、まずこのねボーダーのロンティー紹介します。これがメッシュ切り替えボーダーロンティーの、ひながネイビーを着ていて、あとレッドもあります。で、お値段が4939円でした。この上の部分が一部分だけメッシュ素材になっとって、これがすっごいアクセントになってめっちゃ可愛い。なんかミエットってほんまにこういうデザイン性があったりとか、ミエットにしかないようなね、アイテムがたくさんあるので、そこがすっごい好きなところなんですけど。で、このロンティーは出してみたら、こんな感じで、オーバーサイズでゆったり着れるんやけど、このボーダーが割と細かめやから、カジュアルコーデはもちろんなんやけど、綺麗めなコーデとかにもすごいぴったりのボーダーロンティーかなと思います。で、このパンツもねまたまた可愛くって、この裾の部分がシアーになってるんですよ。ここの部分だけめっちゃ可愛くない？この透け感たまらんねやけど、春夏とかにこれ履いとったら絶対周りの友達とかに、え、これどこのパンツって聞かれると思う。これはもう間違いなし。なんかシアートップスとかこう透けるのがちょっと苦手やなっていう、チャレンジしづらい人とかでも、なんかこれぐらいのさ、裾にちょこっとだけ透け感があるとかやったら全然履きやすいと思う。はい、ということで次3コーデ目いきまーす。はい、もうやばい、このコーデリナめっちゃ好きかもしらん。このなベスト、みんなもう一番に目がいったと思うねんけど、これさ可愛すぎん。
これがショートトレンチベストでリナがベージュを着ていて、あとライトグリーン、パープル、ブラックっていう感じで、あの使いやすい色から今年っぽいね明るいカラーっていう、あのカラー展開もすごく可愛くなってました。でお値段が5929円です。でこれね、トレンドのショート丈になってるんですよ。なんか自分が持ってる服とか、あとは普段着てるようなコーデの上からこうパッとプラスするだけで、もうそれだけで一気にトレンド感が出るし、めっちゃおしゃれになれる、もう最強の神アイテムやなと思います。でリナね、今こういう感じで中ロンティーを合わせてるんやけど、こういう風に中のトップスをいろいろね変えて、合わせ方によってはロングシーズン使えるっていうのもめっちゃ嬉しいポイントです。でこれしかも前がボタンついてるんやけど、これを閉めたらまた雰囲気が変わるねん。ちょっと待って。はい、こんな感じでボタンを全部閉めてみました。リナはちょっとだけ前ここインするのが好きかな。はい、こんな感じで前閉めてみると、もう全然別のアイテムになっちゃうかっていうぐらいすごいね、変わる、変身する。はい、では次4個で目。はい、4コーデ目はですね、もうこれからの季節に大活躍間違いなしのワンピースコーデにしてみました。でこの青いブルゾンもねめちゃくちゃ可愛いんやけど、これは前回のミエット の動画で紹介してるアイテムになるので、ちょっと気になるなという方いらっしゃったら、ぜひね前の動画も見ていただけたらなと思います。でこのワンピースご紹介します。今回の新作、これがウェーブ柄キャミソールワンピースのリナがブラックを着てて、あとライトブルーとオレンジがありました。お値段が5489円です。ここのさ、胸元がちょっとな、今白着てるからなんか見にくいと思うねんけど、こういう感じでこの紐がねついてたり、ここがちょっとパカッと開いてたりで、全体的なシルエットとしてはシンプルなこうストレートシルエットになってるから、体のラインとかが全然出にくくって、めっちゃ着やすいし、骨格とかも割と気にせず、みんながね使いやすいワンピースじゃないかなと思います。でしかもこれよく見るとウェーブデザインになっとって、これがもうね高級感と立体感があって、もうすっごいね存在感のあるアイテムです。はい、では次。はい、ということでこのコーデはねピンクをちょっと使ってるんやけど、でも甘くなりすぎない、どちらかというとむしろちょっとかっこいい感じのコーデにしてみました。でこのキャミニットはさっきね1コーデ目の時に紹介した緑の色違いです。ダブルストラップニットキャミソールのピンクを着てます。なんか薄めのピンクだとちょっと可愛くなりすぎるというか甘くなっちゃうと思うねんけど、もうほんまにビビットっていう感じの明るいカラーで、黒との相性がすごくいいと思います。でこの好き好きなね黒のシアトップスも、あの前回のミエトの動画で紹介したアイテムになります。で次こちらのベストですね。これもさっきねベージュを紹介した色違いなんですけど、ショートトレンチベストのブラックになります。これだとほんまにどんなカラーでもどんなコーデにも合わせやすいから、カジュアルにも綺麗めなコーデとかにもいろいろ使える万能なあのベストかなと思います。でスカートがホックスリットストレッチデニムスカートのブラック5489円です。ちょっと暗めの落ち着いた感じのデニムのカラーですね。で前部分にこんな感じでスリットがね入ってます。リナめっちゃ好きなようなスリットで、スリットの部分がこんな感じでねホックがいっぱいついてるんですよ。そんなに露出したくない人はホックをね締めてあげたら、こんな感じでスリットの深さを変えられます。次6コーデ目。She goes her own way, like I don't give a damn girl, and my God, she owns it. So many heartbreaks. このボレロも前回のね動画で紹介したものなんですけど、もうね後ろのデザインとか可愛すぎて、リナがもうミエットのアイテムの中でももうガチで一番気に入ってるんじゃないかなっていうぐらいの激推しのアイテムです。でしこでしでしでし何やばいで今回ね紹介したい新作がこちらのシアートップスなんですけど、
これが配色メロープリントチュールシアトップスのリナがネイビーを着てて、他にマルチ、オレンジ、ブルーっていう感じでカラー展開があります。お値段が2959円です。でこれね、もう存在感がありまくりなプリント柄のシアトップスなんですけど、こうやって1枚で着てももちろん可愛いし主役になってくれるアイテムです。やし、さっきみたいにこうボレロを着たりとか、あのレイヤードスタイルともすごく相性がいいシアトップスかなと思います。でパンツは1コーデ目の時にね紹介した明るめのデニムの色違いで、カットスリットデニムパンツのブラックを履いてます。いい感じ。よし、はい、では次7コーデ目いきまーす。はい、ということで7コーデ目はワンピースにしてみました。サイドリボン V ネックワンピースのリナがブラックを着てて、他にブルーがねありました。お値段が6589円です。素材感がちょっとサラツヤっとした感じやし、シルエットもすごい上品で大人っぽい綺麗なワンピースです。しかもここサイドにリボンがついてるからウエストマークができて、体型カバーをしながらスタイルアップができるね、優秀なワンピースになってます。でしかもここのリボンがねこんな感じで調整が可能なので、ウエストがちょっときついなっていう人とか、ゆったり着たいなっていう人は、こうね、そんなにきつく結ばなかったら割とゆったりとして着れます。でウエストを結構キュッとさせて着たいよっていう人とかはもう限界までぐっちゃえば結構絞れるから、ほんまにウエスト細く見える。すごい、これしかも黒やしさ、余計細く見えるよな。でこのワンピースの特徴としては、ここのね胸元が結構パッカリ開いた V ネックになってるんですよ。こんな感じで、だから中のインナーも結構がっつり見えるから、インナーをねいろいろ変えても楽しめるかなと思います。あとはこの袖の部分がねちょっとふわっとしてボリュームがある感じになってます。はい、ということで次がですねラストのコーデになります。オレンジがね主役になったコーデなんですけど、まずこのキャミニットはさっき緑とピンクが登場してたと思うねんけど、ダブルストラップニットキャミソールのオレンジをね着てます。今回はこんな感じでニットキャミ1枚でね着てみました。で下にカップ付きのねキャミソールを着てるんやけど、なんかめっちゃいい感じになった。可愛くない？重ね着してるみたいで。でこのパンツはさっきライトブルーとブラックがね登場してたカットスリットデニムパンツのオフホワイトになります。やっぱ春夏って結構明るいさボトムスとか欲しくなると思うから、これめっちゃいいオフホワイト。で本日ね紹介するラストの新作アイテムがこちらのねシャツなんですけど、ウクレジャガードロングカフスシャツのリナがブラックを着てて、で他にエクリュとライトブルーのカラー展開で、お値段が5489円でした。これはウクレジャガードの生地がもうたまらなく可愛くって、見えるかな、立体的にぷくっと浮かび上がっとって、これはねマジで1枚持ってたら勝ちなシャツやと思います。そしてさらにねオーバーサイズになってるから、トレンド感とね抜け感があっても最高に可愛いシャツやと思います。前をねこう締めてパンツスタイルと合わせてもめっちゃかっこよく着れると思うねんけど、全部ボタン開けてこう中にカラーを入れて着たりしても可愛いし、いろんな着方ができるかなと思います。でもこのオレンジもやばいな、めっちゃ可愛いほんまにこのニットキャミさ可愛すぎて、しかも使いやすすぎて今回3色もゲットしちゃいましたはい、ということで今回のミエット春服紹介は以上になります。今回もね新作をたっぷり8コーデ分ね紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか。であと今回紹介したミエットの新作のアイテムとか、ミエットのねリンクを全部概要欄に貼っておくので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタ部や TikTok もやっているので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではバイバーイ。 So put your trust in